大家好，我是板野由美。日本女艺人板野由美从偶像团体 AKB48 毕业单飞一年多，最近第五度来台会粉丝。见面会上，板野由美大展亲和力，一度走到台下和粉丝一起举杯合照，也邀请粉丝一起尬舞。板野由美特别从日本带来爆米花当小礼物，送给跳得最好的粉丝，礼轻情意重，粉丝狂喜，他自己也超开心。すごい情熱的で、すごい分かりやすい反応してくれて、私もとても嬉しいし、盛り上がります。いつも応援ありがとうございます。これからももっともっと台湾にたくさん来たいと思ってるので、私についてきてください。板野由美在台湾拥有大批粉丝，追问他是否考虑和台湾男生交往，他也大方回答。関係ないし、なんか逆にいろんな文化、なんか文化の違いとかに、なんか教えてもらったりしたら楽しそうだなと思います。农历春节即将到来，板野由美也不免俗，现场学几句吉祥话，和台湾观众拜年。恭喜发财。标准吗？恭喜发财。恭喜发财！红包拿来！红包！红包！拿来！拿来！红包拿来！好！啊，红包拿来！哎，对对，要跟红包拿来！对，好。板野由美来台短短三天，代言通告和见面会排满档，认真工作的他念念不忘还没吃到的小笼包和广式炒面，希望能趁工作空档大快朵颐一番。中央社记者洪煌君、王义文台北报道。